青島大型デコトラトゲツマル水球後編作っていきます。キャブにシルバーの下塗りをします。ミラーフィニッシュの下地処理です。長谷川のミラーフィニッシュを貼っていきます。デザインナイフでウィンドウを切り出します。結構緊張するんですよね。下地に凹凸があるため念のため下塗りしました。フェンダーをガンメタルで塗装します。窓ガラスの取り付け、プレートシールを貼ります。会うも別れも渡月橋、いいですね。バンパーの接着、中編の動画でコメントをいただきまして、エアータンクとバッテリーの位置を逆にするとさらに良くなると教えていただきました。なので早速ぶった切ってやっていきます。バッテリーはがっつりくっつけました。ノコで切ります。バッテリーの塗装、漫画用のホワイトを使います。隠蔽力が非常に強いので部分塗装にとってもいいです。続いてエンジン上部シリンダーヘッドカバーを塗装していきます。続いて透過類の作成、マーカーランプについてコメントいただきました。キットのものだと大きすぎるので小さく切った方がいいと。均一に仕上げるのが結構難しいかなと思いました。そこでランナーについた状態でまずランナーごとカット、片側はランナーについた状態で均一に並べてニッパーでバチバチと切っていきます。切り終わったら金ヤスリで均一にならします。接着にはポンド G クリアを使用します。塗料皿に出してエナメル溶剤で溶かします。あ、ちょっとこぼれました。綿棒で混ぜるといい感じの粘土に収まります。
バイザーも同様に接着していきます。ナマズの塗装、クリアオレンジを塗っていきます。そして接着。大型シールを貼ります。エアコンの取り付け、ヘッドライトのクリアパーツの取り付け、バスマークの取り付け。今回デカーリングクイックトレイというものを買ってみました。お水を入れて早速使ってみます。いい感じですね。スモークを貼っていきます。グリルの接着、バスマークのアンドンマーク、水商売って書いてますね。ハイルーフの接着、アンドン、マーカーランプを再度接着し始めました。そして異変に気づきました。オレンジのマーカーランプ足りなくなりました。うすうす感づいてはいたんですけども、目を背けてました。床に落っこってないかなと思って探してみたんですけども、やっぱり数が足りません。切り出した破片とかも使ってみるんですけども、やっぱりかっこ悪いですね。仕方なく透明クリアのマーカーランプパーツにクリアオレンジを塗装します。同じように切り出します。切り出した小口を塗装するためにマスキングテープに貼り付けます。ここで小口を塗装します。乾かす間にロッドを取り付けます。マーカー取り付けを再開します。
マフラーを塗装します。バランス調整を再度確認。その後にシャーシと荷台の取り付け。フェンダーの接着。サイドバンパーを切断します。後輪をかなり前に出したので、フェンダーとサイドバンパーが干渉してしまいました。1センチ程度切り詰めています。このサイドバンパーについてもコメントアドバイスいただいていました。キットのままだと高さが低いんですね。7ミリ程度カットしています。キャブを仕上げていきます。リア周り、灯火類、小物をつけていきます。逆にくっつけてました。差し替えます。そしてついに完成です。バランス調整の結果だと思うんですが、かっこいいですね。すいません、自画自賛しております。コメントアドバイスいただいた皆様方、そしてご視聴いただきました皆様、本当にありがとうございます。バランス調整がこんなに重要だとは思いもしませんでした。ガンプラの旧キットのモナカモデル、これをアルミ線でバランス補正するというやり方がその昔流行りました。模型雑誌を見て憧れてそちらやったことがあるんですけども、あの時の感覚に近いですね。ランナーの製造年から見ると最終の部品が2004年製のものでした。ただ多くの部品が90年代初頭の部品で、作られています。さまざまな時代の変遷を得たパーツ、これらをバランスを調整しながら組み上げていく、これがトラックの醍醐味なんですね。最後までご視聴ありがとうございました。次のトラック模型、バリューデコトラエクストラシーナ9層龍馬号を作っていきます。トラック野郎第10作、藤
ふるさと特急便で原田大二郎さんが乗ったライバル車です。いいアドバイスがあればぜひ教えてください。これからも当チャンネルではトラック模型をはじめとしてあらゆるプラモデル、さらには DIY で、お家で簡単にできるお家のお手軽メンテナンスなどもお届けしていきたいと思います。よろしければぜひチャンネル登録お願いいたします。